新たな日常、医療強化。政府は昨日の経済財政諮問会議で今年の骨太の方針の原案提示しました。新型コロナウイルス感染拡大への対応と社会経済活動を両立する新たな日常に向け、デジタル化の推進や医療体制の整備、東京一極集中の是正などを挙げています。安倍総理は世界的な時代の転換にあって、この数年間で思い切った社会改革を、社会変革を 実行しししていくか否か否がが我が国の未来を左右すると強調しました原案は感染拡大防止と経済活動水準の引き上げ、これを同時に進めるため、戦略的に検査能力を拡充すると明記しました。感染拡大への対応と社会経済活動を両立する新たな日常、 藤井さん、いかがでしょうこれは。うん。これね、まあ、こう言ってるのは、まあ、それはそれでええんですけど、はい。一番大事なのはね、まあ、まあ、検査能力を拡充することは、まあ、それでええんですけど、はい。一番大事なのは、プライマリーバランス規律、プライマリーバランス制約、要するに財政しつつ、はい。の上限の撤廃ができるかどうかが一番大事なんですよ。はい。僕はね、これ、まあ、あの、いろんなところから、その時、骨太の方針のファイルとか来るわけですよ。えー えー、え、まあ、それ、どっか入手したちな別ですけど、ま、あそれ見てるとね、僕はあの、プライマリーバランスが変えてるかどうかはね、あの、要するに、えっ、ー、と、税収、 以下にしか金使わんどっていうのが、プライマリーバランス規律で、これがある限り、例えば防災対策も、それからコロナ対策とかも、全部できなくなる。で、一番重要なデフレ脱却対策も、それからあの、損失保障とか対策もね、あの、給付金の対策も全部できなくなるのは、実はこのプライマリーバランス制約があるからなんですけど、その、どういうふうな記述があるかっていうのをね、これ毎年書かれてて、僕は6年間安倍内閣にいた時にね、この記述の日本語、 もう一ミリでも緩和する方向でね、必死で戦ってたっていうかね、僕の仕事のくぶくりンはこの骨太の方針の記述の日本語を改善するために僕は時間を使ったんですけどね。えーはい、で、今回ね、めっちゃ考えた、探したんですけど、書いてないんですよ。<う>書いてないな、これええことやな、とか思ってね。えー、ふっと昨日目次見たらね、はい、目次に去年に書いてあった通りに、 やりますって書いたんですよ。はあ、ここかと思って。<laughs> 2019年にの骨太の方針書かれてる内容は着実に実施すると。はい、だから着実にっていうのは、プライマリーバランス規律を着実に守るってことなんですよ。はあ、うこれかと。<laughs> 突っ込んだわけですね、<laughs> その指で <laughs> その一行にね。えー、いや、僕でもめちゃくちゃ読んでね。はい、どこにも書いてあ、今年はさすがにね。 コロナもあって、やっぱ補正予算も2回めっちゃやって、50兆、60兆の真水出して、ちょっと、こいつ、やる気出しよったんかと。ちょっと、なんか、自分の人間のくずっぷり分かるよったんかと、この野郎どもと。政府の野郎どもと思ったんですよ。はい。ちょっとやるやんけと思ったら、もう、ここかと。結局ね、あの一行で財務省、その一行に乗っかって、プライマリーバランス規律をね、徹底的に麻生太郎を中心にね、推進していきます。そして日本人を殺しまくりましたよ、あいつらは。 だって台風で殺され、ね、コロナで殺され、地震で殺され、はい、デフレで殺され。えー、人間じゃないっすわ、いずれ緊急事態なわけですからね、今はね。そうです。人間のやること同じ、お前にもお母さんおるだろう。